株式会社メディアでは著作物のデジタル流通を営む日本の企業。電子書籍取り次ぎ大手。1994年に徳島県北村出身の藤田教授が名城大学在学中に携帯電話の販売事業として創業。1996年に大学卒業と共に有限会社藤田テクノを設立。1999年に携帯電話を販売する。 店舗展開及びインターネットサービス事業を目的として株式会社メディアドを設立。2000年インターネット事業に参入し、2004年に音楽配信事業、2006年に電子書籍事業を開始。2014年から世界最大手の電子図書館プラットフォームを提供する米国オーバードライブ社と共同で日本国内向けの電子図書館事業、オーバードライブジャパンを展開。 電子書店を簡易に構築できるストアシステム MDCMS 縦横自在読み機能ユニバーサルフリックを搭載したビューア,アプリの MD ビューアーなどの電子書籍配信ソリューションを提供。また、電子書籍配信に必要なソリューションをパッケージ化したコンテンツ配信プラットフォームコンテンツアグリゲーションシステムを提供。 メディアでの電子書籍事業は、木の国や書店などの電子書店へのシステム提供をしない、ファイルベースでの取り次ぎ販売、ラインマ漫画などのシステム提供をベースとした、取り次ぎ販売とパートナー企業との電子書店の共同運営、コミナビなどの自社電子書店の3つに、サービス形態に分かれる。ありがとうございます。